俺の天国行きに必要な金は増えるばかり。なんかいい仕事、いい仕事はありますよ。本当か？そんなに怖い顔しないでくださいよ。今日はレイジさんのために素晴らしい求人を持ってきたんです。お前の持ってくる話はろくなもんじゃないってさすがに分かってるぞ。いいえいいえ、今回はアットホームな職場、頑張った分だけ報われる、成長できてやりがいあり、学歴不要、未経験歓迎、収入は最高1億円以上、そんなお仕事の募集ですよ。どうですか？どうって最高の職場じゃないか。そうでしょう。では早速この書類にサインを。ああ。円満解決、エンマちゃん。相撲部屋に入門。騙された。別に騙してませんよ。力士になるなんて聞いてないぞ。俺なんかに務まるのか？確かにレイジさんはひょろがりの海ですし、心配するのもわかりますけど。早速しこ名みたいな悪口を。私もおかみさんのお手伝いとして雇ってもらいましたので、精一杯サポートさせていただきますよ。一切心強くない。力士の階級と年俸。そもそも力士って儲かるのか？階級が上がれば上がるほど年収は上がっていくのです。重量以上ともなれば年収1400万以上が保証されます。夢がありますね。けど重量ってつまり関取だろ。そこまで行くのが大変だろうが。まあ確かに力士はその実7割以上が年収100万以下と言われています。だよな。ですが上位の階級に上り詰めれば高額な賞金や懸賞金がたんまりがっぽり。つまり頑張れば頑張るほどに儲かるってわけです。頑張るっつっても。あいつさっきから神聖な相撲部屋で美少女と親しげにしやがって。相撲舐めてるだろ。うらやま、けしからん。稽古でたっぷり可愛がってやる。俺殺されるかもしれん。はい。厳しい稽古。こうして俺の力士としての厳しい修行の日々が始まった。朝は早起きして早速稽古だ。うおー、なかなかいい突き出しだ。ありがとうございます。お前からは時々絶対に負けられないって気迫を感じるよ。稼げなかったら地獄行きだからな。痛そうだな。相撲の稽古は厳しい。あれくらいの怪我は日常茶飯事だ。大丈夫ですか？すぐに手当てしますね。ありがとう。いえ、これが私の仕事ですから。エマちゃん優しいよな。天使みたいだ。天使って。えっ、おい大丈夫か？さっきの突き出しで手首をひねったみたいで。レイジさん、すぐに手当てして差し上げます。ああ、別に後でもいいが。そんなわけにはいきません。レイジさんは私の大事な人ですから。お前が何を考えているかもはや分かってしまう自分がいる。大事な人だと。タルンドル。はい、レイジ来いや。可愛がりじゃ。なんで？ちゃんこ鍋。力士は食べるのも仕事だ。朝の稽古が終わった後はみんなで食事の支度をして同じちゃんこ鍋を食べる。うまい。力を合わせて作ったからな。こうしてみんなで一緒に食べると一体感があっていいな。そうっすね。レイジさん。エマ。特別メニューを作ってきました。さあさあ、ぜひ食べてください。なんで？私の特製スペシャルちゃんこです。ほら召し上がれ。レイジ。貴様、やはり俺たちとは相入れん。一体感が即崩壊。昼寝。昼食の後は昼寝の時間だ。眠くないんだけどな。寝るのも仕事ですよ。眠ることで体を大きく強くするんです。強い力士になるためにちゃっちゃと寝ちゃってください。わかったよ。俺はぐっすりと眠った。そして目覚めると。なんじゃこりゃ。大成功ですね。おいエマ、俺の体に何をした？お昼にレイジさんが食べた私の特製ちゃんこに閻魔道具 DCS ドーピングちゃんこスープを使わせてもらいました。究極の反則。さあレイジさん、手に入れたパワーで他の力士をぐしゃっとやっちゃってください。相撲はそういう競技じゃねえ。やっぱレイジ調子に乗ってるよな。エマちゃんとイチャイチャしやがって許せん。我がの練習でたっぷり可愛がってやる。あ、すいません。バケモノ。許してください。なんで？強化の果てに。こうして俺は強化された体で数々の取り組みに出場したが、圧倒的パワーで試合展開はめちゃくちゃ。俺が土俵に現れるだけで客から座布団が投げられるようになった頃、俺は相撲協会から呼び出しを食らった。君、首ね。
君が相撲部屋に入門したのって2週間前でしょ。その程度の期間でそこまで体型変わるわけないし、ドーピングだよね。うち今そういうの厳しいからもう来ないでね。ですよね。相撲部屋でおかみさんに空気使われて雑用とかいっぱい頑張ったのに、どうしてまたこんなことに。他の力士は真面目に練習しつつ、お前がやってたみたいな家事もこなしていっぱい頑張ってんだ。ドーピングで手っ取り早く勝とうなんて神聖なスポーツに泥塗れ真似したらそりゃこうなるだろう。また何か別の仕事を探すしかないな。そうですね。じゃあさっさとこの体を元に戻してくれ。これじゃ力が強すぎて他の仕事もうまくできそうにないしな。ああ。おい、なんだその反応は。なぜ黙る。なんだその歌。何をごまかしてんだよ。まあまあレイジさん、細かいことは気にせず前向きに生きていきましょうよね。ふざけんな。お金欲しいな。チャンネル登録者増えたらな。チラ。登録してくれたらな。チラチラ。